なんか面白い話してますけど、知らないぞ。というかレイチェルまた絡まれてるのか。あ、解放された。知らないぞ。真珠姫どっか行ったんだけどな。どうやら今現在ルリは仲間にはできないみたいですね。はい、どうもトワイスです。今回も聖剣伝説レジェンドオブマナやっていきたいと思います。ちょっと次あるクエストが、先に言いますが宝石泥棒編その2になるので、まあルリを仲間にして連れて行こうかなと思ったんですが、あの様子じゃあ連れて行けないみたいですね。じゃあどうしよう。この人会ってないよな。僕ロケハンで一回やった時に、迷子のプリンセスの時この人ボス前にのエリアにいるはずだったんですけど、収録中は出てきませんでしたね。まあ無事じゃないかな。うん、俺も会ってみたかったけど、まああの人が何者なのかはちょっとわからなかったんですけどね。じゃあ仕方ないな。今回はコロナ連れてこようかな。さ、ではやっていきましょう。まずアーティファクトが4つ溜まってしまったので、とりあえずこれから設置していきます。壊れた人形をドミナの上。はい、これでゴミ山ができます。で次に瓶詰めの精霊、これを砂漠の上。はい、これでウルカン鉱山が出てきますね。で今回はこの2つではなくて、こちら断崖の町ガト、ちょっと長いクエストになるんですがやっていきます。ガト自体がこういう広いマップになってるんですよね。で、左の道がこの通り、この先へはいけませんという風になってるので、まあ左はあれなんですよ、ダンジョン的なところなんです。なのでまずは右の町の方から回っていきましょう。はい、いきなり始まりました。岩壁に刻む炎の道。もし、どうされました？お腹が痛いの。あー、ちょうどよかった。この方が具合が悪いそうなのです。手を貸してください。うん、痛いよ。とりあえずそこのお店で休んでいきましょう。さあ頑張って歩いて。ううもうダメ、誰かなんとかしれー。大丈夫かしら。というわけで草人がどうやらお腹が痛いと言ってますね。ここは断崖の町ガット、聖なる風に守られた癒しの寺院で有名な場所です。私は聞いたことなかったがまあ最初の方、きっとあの草人もこの険しい山道に疲れてしまったのでしょうと。まあ最初の方、ドミナの町で神父さんに話しかけた時に修道女がなんたらかんたらって言ってたのは覚えてますけどね。ああ、この学生は宝石を売ってくれる人だね。うんうん。うん。まあまあ。この辺で修行してる女性の方たちですね。じゃあ、草人の後を追いかけていきましょう。いや。
俺はルーベンス。この町で炎の騎士をしてる。ちょっと尋ねるが、癒しの寺院の炎が狙われているらしいんだ。君外から来たんだろ。ここに来る前に怪しい人物を見なかった？ああ、クサビト。クサビト？ああ、さっき走ってきた。あれは関係ないだろ。炎が狙われてるってのはやっぱりデマかな。警部も大げさだからな。警部っていうのはまあ一人しか見かけたことがないですけど、おそらくボイド警部のことかな。ここが断崖山の町かとのテラス。いますね。お腹が痛いの、なんとかして。見せてごらんなさい。これは、海中プップだわ。万能薬の材料になる。早く治して、治すなんてとんでもない。病に苦しむ人に希望をもたらす万能薬なんですよ。さあ、プップを取り出しましょう。治してくれるの？あなたの葉っぱを剥いでププを取り出すの。大丈夫、すぐ終わるわ。いやププは高価なの。利用しないなんてもったいないわ。そういえばルーベンスさんも万能薬欲しがってたかしら。うん。まあね、気持ちよさそうな場所だけど、あんた修道女にしてはがめついね。んで？どっか行った？何か用か。いろいろ聞いてみるか。ルーベンスのこと。俺は炎の管理をしている。寺院に行けばわかるが、火を絶やさないのが俺の役目だ。寺院に行くなら左手の道だ。うん。了解。さっきの草人は？さっきの草人、ちょっと様子が変だったな。寺院に行ったみたいだが。あ、そう。見逃しちゃっていいの？警部のこと。知らないのか、ボイド警部を。いつもパイプをくわえてる声の大きなネズミ男さ。なんだかおせっかいな人でね、変な事件が続いてるから気をつけろってうるさいんだ。じゃあ寺院の方に行ったみたいなんで追いかけましょう。おっと？一応戻ってみる。あら、いない。ああ、ここがガトの寺院みたいですね。なんか地震とか来たらすぐ崩れそうなとこに立ってるね。ああ、なんか騒いでますね。よ、おやめなさい。お腹痛いの。プップ、なんとかして。心を鎮めるのです。体全体で世界を感じなさい。そうすれば痛みなど感じません。それはね、修行を清めたものしかね、たどり着けない境地だと思うよ。あなたも瞑想なさい。心を解放なさい。すべては心の持ちようです。まあ時にはそうはいかない時だってあるんだよな。いや、あ、そうなの、ごめんね。まあせっかくなんでちょっと寺院の中見回ってみますかね。お、宝箱。苔を取得。マジかよ。生きるっていうことは生きるっていうことなの。深いこと言うね。悟りを得るためにここで修行をしています。悟りの道は遠く険しい道ですが、長年の修行の甲斐あって私にも光明が見えてきました。でも私などはまだまだ。これからも真の悟りを求め日々修行を重ねるつもりです。うん。彼女を見ていてようやく悟ったよ。わからない。意識が高いのか低いのか。うわー、なで。
ダナエちゃんじゃないか。ここは夢見の間、私の友人、幼馴染のマチルダの部屋。彼女は司祭なの。ん。ああ、この後ろの扉がってこと？あ。ごめんなさい。入れてくれないのね。新しい司祭が頼りないおかげで修道所にも怪しい人が増えました。私を司祭にしろなんてことを言うつもりはないんだけど、愚痴の一つもこぼさせてください。うん、昔からここにいる人は決まってこう言うのよ。昔の修道所はもっとちゃんとしてた。まあそうだね。なんていうか、どこの人もね、あの過去を美化しちゃう部分はあるから、どの時代もやっぱり問題点といい点と両方あると思うんですよ。さて、草人はどこ行ったかな。もう一回テラス行ってみますか。あ、いるね。また修道場のとこ。ルーベンスさんもいるわ。お腹痛いの、葉っぱむかないで直してお願い。さっきはごめんなさい。ちゃんと直してあげるからこっちへいらっしゃい。うん。ほら、ルーベンスさん。ああ。むぎゃ。さ、ルベンスさん、待ってくれ。ためらうことはありませんよ。石の眠りについてしまった恋人を救うためでしょ。そうだが、鬼。ほら、逃げられてしまったではありませんか。人を傷つけたくない。そんなことで誰かを守れるのかしら。甘いですわね。生きていくということは、この険しい岩壁に道を作るようなもの。心に希望の炎を絶やしたら、とても頂上まで登りきることはできないわ。そうは思いませんか？うん。というか、あんたいつまでここでサボってる気なんで、修道女さんよ。ああ、黙っちゃった。みんな甘いわ。強くなければ生き残れない。これは自然の掟なのよ。まあ、わからなくはないけどね。もう一回寺院の方に行ってみますかね。何があった？あ、ボイド警部、やや。事件ですな。被害者は修道場と、外傷は。こらこら、死体に触っちゃいかん。ちょっとどきなさい。まだ生きてます。おお、こりゃ失礼。どうされました？どこか痛いのですか？草人に体当たりされて足首をひねってしまいました。う。草人？そうか、草人に化けて侵入していたか。一体何が狙いだ。サンドラメ。うん。というか、よくこの場所で瞑想してたのを体当たりされてここまで吹っ飛ばされて足首ひねっただけだったな。あとは問題の草人はどこにいるんだ。あれは多分関係ないな。んで、こっちにもいないな。ってことは、どっかのタイミングですれ違いになって、おっと。大丈夫、大した傷ではないわ。そっか。
大丈夫。うん、大丈夫かな。今度はどこに行けばいいんでしょうか。とりあえず1階テラスを見ていなかったら街におりますか。まだいたのかその2人。なんだ、何か用か。あの草人のことです。やはり私、海中ペペを手に入れますわ。やるなら一人でやってくれ、俺は嫌だ。冷たいのね。魔法都市の恋人がどうなってもいいなんて。なぜ彼女の居場所。さあ、なぜかしら。からかうな。あなたがいらないなら海中ペペは私がもらうけどいいのかしら。好きにすればいいだろう。草人が死のうが恋人が眠ったままだろうが関係ないと思う。俺は誰にも関わりたくないし、他人が俺に関わってくるのもごめんなんだ。放っておいてくれ。そうはいかないわ。輝きをなくした汚れた石に制裁を。近づかないで、殺しちゃうわよ。ん？核は傷つけてないわ。私の言うことを聞けば核には手出ししない。何か目的だ。簡単なことよ。泣いて命乞いしなさい。そうすれば許してあげるわ。どう、涙を流せる？俺は。そう、無理なのね。残念だわ。さよなら、ルビーの騎士。まだ生きてる。さすが奇跡の座の珠魅。大した呪力ね。希望の炎、確かにいただいたわ。捕まるわけにはいかないわ。また会いましょう。やや。遅かったか。くそ。貴様か。貴様がサンドラだな。正体は分かっておる。その変な帽子を取れ。違います。修道女が。宝石泥棒サンドラだ。奴は変装の名人。くそ、逃してなるものか。ルーベンスさん、もう一度会いたかった。ディナ、すまない。ステンドグラスが綺麗ですが、ここは寺院です。寺院に宝石泥棒サンドラの予告状が来ていたのだ。希望の炎をいただくと。わしはてっきり癒しの寺院の炎のことかと思っておった。まさかルーベンスさんの核が狙いだったとは。ルーベンスさんが珠魅だとわしが気づいておれば。くそ。なんとしても宝石泥棒サンドラを捕まえねばならん。そのためにはぜひとも君の協力が必要だ。手伝ってくれるかね。まあ断る筋合いはないわな。おお、ありがとう。わしはサンドラがまだこの町にいると思っている。何か引っかかるんじゃ。わしは寺院と町を調べてみる。君たちは町の外を調べてほしい。頼んだぞ。うん。でこれで最初入れなかった左側のダンジョンに入ることができるわけですね。ここまでだいぶ時間食ってるけど大丈夫かな。今回はちょっと長くなりますよ。まあルーベンスはルビーかな。赤い宝石で思い当たるのは多分ルビーか、ガーネットか、そのあたりの宝石を核とした珠魅で、でさっきの宝石泥棒サンドラに核を抜かれてしまったので消滅してしまったということですね。これがまあ何でしょうね。前回は珠魅という種族がいるということしか
触れてませんでしたけど、今回からついに宝石泥棒が出てくるというわけです。ただこの先の展開は私もわかりません。このクエストはやったことあるんですけど、これ以降のクエストはまだやったことがないのでわかりません。いざこざが終わったらさっさと立ち去るがいいと。冷たいね。まあとりあえずこの葉っぱをたどっていく感じなんですけど、馬鹿正直にたどってでもループするだけだったのでまあまあ、適度にたどっていきたいと思います。闇属性っぽい敵だな。おっとっと、敵自体はそんなに強くないみたいですね。カレー隕石を手に入れた。あ、下だったな。お、宝箱。険しい瞳を取得。燃え盛る羽を取得。なんか位置的にもう一回戦わなきゃいけない気がする。ですよね。軸が合わない。はい。取れない。変なとこにいるな、お前。はい、変な人。で、こっちかと思いきや進む道がないと。で、道はたくさんあるんですけど、まあ後でも来れるので愚直に葉っぱをたどっていこうかな。わー、来やがったこいつ。場合によってはハマっちゃうからあんまり好きではないんだよな。あー、ひーそうなんだよ。これで気絶すると無限コンボが入っちゃうんですよ。だからこいつはもうさっさと。はい、オッケー。うん、いいね。やっぱりレベルが低いコロナが取った方が経験値は入りますね。で、こっち側にも行けないから、何にもないとこだった。で、ここで途切れてて、こっちから。お、鳥だな。コロナが経験値に向かってくれない。で、一応そこにも葉っぱは落ちてるけど、なんだおめえ。あ、大丈夫そうだ。オッケー。おお、拾ってくれよ。こっちか。はい、第1弾ですね。で、ここが滝。断崖の終焉の道。あ、間違えた。じゃなくて右側のこれですね。関君町の巣、私が直してあげれば。本当？ええ、また気絶させられる。ち、見つけたぞサンドラ。もう逃げられん。おとなしくお縄につけ。なんとこの人、私は誰にも捕まらないが。また会いましょう皆さん。関君長か。終わった。あれれ、お腹痛くない。
うわーい、治った。はしゃぐな、タレバカ。また殴られた。ジュミがまた一人殺されたんじゃぞ。ともかくご協力感謝する。これを取っておきたまえ。ミスリル金を取得。アーティファクトもらえないか。宝石泥棒サンドラ、わしが必ず、必ずお前を捕まえてみせるぞ。ルーベンスさん、出番少なかったな。はい、では今回もね、サボテンくんに報告して終わりましょう。案の定いつもよりちょっと長くなっちゃいましたね。ではいや、大変なことが起きたよ。ププちゃん友達だから。そうだったの。岸壁に刻む炎の、あったあったあった。海中ププは長くて節がいっぱいあって、引っ張ると簡単にプチッと切れて1匹が2匹になるんだって。体の中にいると時々痛くなるって本当？それって誰が痛くなるの？ププちゃん、深いことを言うね。ちなみにクサビトがね、海中ププを取り出すときに葉っぱを剥いて取り出すと言われたとき嫌だって言ったのは、クサビトは葉っぱを剥かれると死んでしまうからです。まあ、あれ1個体じゃなくて石を疎通してるっていう風に聞いてるから、実際どうなのかわかりませんけど、その個体は死んでしまうということなので、まあだから嫌がったってことですね。ではご視聴ありがとうございました。次回はランド設置の必要はないから、まあ、そのままクエストやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。